第1回香港ケータチャンネル、ケータです。おはようございます。では本日も早速やっていきましょう。本日6月23日木曜日です。現在時刻6時52分です。本日最高気温33度、最低気温27度で晴れです。降水確率は 40% なので、まあ傘なくてもいいかなと思います。以上天気予報でした。続きましてコロナ感染者数やっていきたいと思います。昨日の感染者数は2131名でした。 NAT テストに引っかかったのが684人、 RAT テストに引っかかったのが763人、 PCR 検査に引っかかったのが583人、国外からの入国者が101人でした。死者1名です。続きましてワクチン接種者の数やっていきたいと思います。1回目のワクチン接種完了しているのは673万6000トンで39人、人口の 92.5%。 2度目のワクチン接種完了しているのが642万8551人、人口の 88.3%。 3度目のワクチン接種完了しているのが427万9960人、人口の 63.1%。 4度目のワクチン接種完了しているのが14万2721人、香港の人口は750万人程度です。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻6時55分です。ビットコインの価格は2万トンで96ドルでした。さあ今日はね、火事、昨日伝えたね、あのユンロンの方にある橋が燃えて、トゥームンユンロンあたりでね、大きな停電があったということでね、でまあこの橋がなぜ火事になったのかっていうのもすごい、あの最初のね、大体の予測っていうのでですね、まあ電力の使いすぎの可能性もあれば、まあね、天気の問題、暑すぎたっていうのも一つの問題なのかもしれないし、まあ、設備の老朽化による問題なのかもしれないっていうのでね、報告が上がってるんですが、まあ、数日以内にね、実際に本当に何があったのかっていうのをね、電力会社がね、報告する義務があるので、その報告があり次第ね、あの本当の理由っていうのをね、分かると思うので、その時にまたそのお話をしたいと思うんですが、今日はね、その時にね、そのもろにユンロンのね、火事の起きている橋の方に向かって車を走らせてた青年、22歳のね、男の子がですね、トンネルに入る直前にね、ちょっと車体コントロールを失って、壁に衝突して、でなぜかですね、その時に車が引火して、でこう足をね、で衝突のね、衝撃で足が挟まってしまって抜けなくて、で消防隊が来るまで救出できなくて、でか、消火器もね、17本かな、使ってね、消火活動を行ったけど火が消えずというのでね、でギリギリ、助かった時はまだ命があったんですけど、病院についてね、死亡が確定したということで、まあ、ちょっとね、悲しい話になってしまうんですが、まあ、こういった形でね、ちょっと火事に向かってそういう事故、まあ、事故と火事とね、なんかちょっと因縁があるようなね、そんな感じの、ニュースが上がってたので紹介させていただきました。やっぱりね、ここ最近私火事、事故の話と火事の話しかしてないような気がするので、あと、この季節ね、本当火事、火が起きやすいのかな、火事になりやすいのかな、よくわからないんですけど、なるべく気をつけてね、過ごしていただけたらなと思います。特にね、湿気によるね、漏電事故っていうのがね、多いと思うので、除湿はね、しっかりした方がいいと思います。で、2つ目のニュースがですね、ユンロンの事故があったのが一昨日の話かな、で昨日なんですけど、夜中にですね、サイワンの、ケーキ屋さんね、またこれもね、漏電による火事の事故ですね。こうね、立て続けにね、火事の事故って見てしまうとちょっとね、本当怖くなってきてしまうので、皆さん本当、漏電には気をつけて、特に差し込み口ね、一つしかない差し込み口にたくさんの電気をね、刺そうとしたりとかですね、そういうのも本当に漏電の原因になりますし、手とかね、足とかが引っかかる場所にね、延長ケーブルだったり OA タップだったりがね、あるっていうのはね、非常に危険なことなので、まあせめてね、 OA タップに手が当たらないようにちゃんと配線し直すとか、
タコ足ですね、一つの四角いやつにね、二つもね、三つもね、刺しているような状態なのであれば、そういうのはやめて、ちゃんと OA タップにしてね、安定した接続、安定した差し込みにし直すっていうのはね、これは火事の起きる原因一つ減らせると思うので、ぜひやってみたりとかですね。あとエアコンの下にね、なんか電化製品が来ないようにねしてあげるとかですね。エアコンは香港のエアコンよく詰まってね、ホコリが多いのかな、よく詰まって、で水漏れとかね起こすことが多いので、本当その辺も気をつけて、皆さん本当にコロナでね、本当にもう気がめいてる人たち多い中、それこそね元気に過ごさないといけないと思うので、まあ、ちょっとね感染者数もね微妙に僕は増えてきてるような気がしなくはないんですけど、増えてきてるような気がするので、そうするとまたね第6波とか言われてね、規制が始まってしまうと、また気が向いてしまうので、そっちもね含めてね、頑張ってみんなで一緒に乗り切れたらなと思います。では、本日ここまでとさせていただきたいと思います。このチャンネルではね、こうやって、香港で起きているニュースを、2個か3個ほどね、毎日ピックアップしてお伝えしていくチャンネルです。もしねチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしください。ジョイキンまたね、バイバーイ。